どうも、石川です。はい、これより登録販売者試験対策講座の第5章の4回目始めていきます。こちらの講座では、厚生労働省から出されている試験作成のための手引きを使用していきますので、まだダウンロードされてない方は、下からダウンロードをお願いいたします。はい、それでは332ページ、438行目、医薬品の副作用情報等の収集評価及び措置というところを見ていきます。はい、ここではどういったことをやっていくのかと言いますと、ね、お薬の副作用が起きたとき、ね、その副作用の情報をどのように収集していくのかで、それらのことに関する制度がいくつかありますので、それらの制度のことについて見ていきたいなと思います。はい、ではすぐ下の行、439行目、1961年に起こったサリドマイド薬害事件を契機として、医薬品の安全性に関する問題を世界共通のものとして取り上げる機運が高まり、1968年、世界保健機関 WHO の加盟国を中心に各国自らが医薬品の副作用情報を収集・評価する体制、WHO 国際医薬品モニタリング制度というものを確立するようになりました。これがですね、WHO がですね、きっかけとなって起こった制度がですね、WHO 国際医薬品モニタリング制度というものがあります。まずここですね、チェックしておいていただきたいなと思います。はい。で、年号についてはですね、歴史の授業ではありませんので、1900何年なのかというところまで詳しく覚えなくて大丈夫なので、まずは軽くね、見といていただきたいなと思います。そして、こういったね、WHO のね、加盟国を中心にこういった制度が出来上がるようになりまして、日本でも現在、どういった制度があるのかというところで、と言いますと、445行目、医薬品医療機器等安全性情報報告制度というものがありました。ね、ここについては、ね、どういった制度なのかというのを見ていきます。はい、447行目、見てください。医薬関係者は、というところで、ね、薬剤師登録販売者、ね、お薬に関する、全ての方たち、ね、医薬関係者は、医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発生を知った場合において、保険制度の被害の発生または拡大を防止するため、必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならないとなっています。義務なんですね。なので、ここですね。まあ、ちょっとね、ホワイトボードにも医薬品医療機と安全性情報報告制度というのを簡単に書かせていただきましたので、この制度、ね、まずは医薬関係者。医薬関係者が、ね、厚生労働大臣に、ね、副作用が起きたなと思ったときには、その厚生労働大臣に報告することが義務付けされております。義務なんですね。なので、ここもですね、大臣なのか知事なのかっていうので聞いてきますし、義務なのか努力義務なのかっていうのも聞いてきますので、間違いないようにしておいてください。ね。で、ただですね、449行目の一番最後の、実務上はですね、規定により、報告書を総合機構ですね、に、提出することになってます。ね。まあ、一応ですね、そうなんだな、でいいです。ね。なので、まずは大臣にね、報告することが義務付けされております。それが、医薬品医療機器等安全性情報報告制度というものになります。はい。そして、次のページに進んでいただきたいんですが、今度は、333ページ、ね。この本制度は、1967年3月よりというところですね。よろしいでしょうか。ね。455行目のところに書いてありますよね。ね要は、この制度ができるきっかけとなった制度があります。ね。それがですね、同じ行、約3000の、医療機関を、モニター施設に指定し、厚生省、ね、当時が、ね、直接副作用報告を受ける、医薬品副作用モニター制度としてスタートしていきました。はい。なので、約3000ですね。約3000のモニター施設、医療機関をモニター施設と置いて、副作用の情報を集める制度ですね。それを医薬品副作用モニター制度というものを、まず一番最初に作っていきました。ね。
はい。そして、今度はその次です。ね。457行目。1978年8月より、約3000のモニター薬局で把握した副作用事例等について定期的に報告が行われるようになりました。はい、ここも約3000のモニター薬局を、指定しまして、ね、お薬の、副作用について定期的に報告してくださいねっていう、ことを行っていきました。はい。なので、このようにですね、まずは一番最初、ね、要はね、全国の大きな大学病院とかを、そのモニター施設というものに置きまして、お薬の副作用を報告する、制度を、作ったのが、この医薬品副作用モニター制度というものになります。なので、ここも約3000というところですね。約1000とかって聞いてきたりもしますし、あとは特に注意しておいてほしいのが、モニター施設が医薬品副作用モニター制度に関係してきます。ね、よくここをモニター薬局はとかって引っ掛けてきますので、ここのところですね、間違いないように、しておいていただきたいなと思います。ね、ここね、逆にならないようにしておいてほしいなと思います。よろしいでしょうか。はい、それではですね、その次見ていきたいなと思います。はい、今度は、465行目のところですね、企業からの副作用等の報告制度というのがあります。はい、先ほどまではね、医薬関係者がね、大臣に報告しなくちゃいけない制度がありました。ね、今度は企業からの、副作用等の報告制度というのを見ていきます。はい、468行目ですね、製造販売業者等には、法の規定に基づき、その、製造販売をし、また承認を受けた医薬品についてその副作用等によるものと疑われる健康被害の発生、その使用によるものと疑われる感染症の発生をしたときは、その旨を定められた期限までに厚生労働大臣に報告することが義務付けられております。はい。なので、今回ここでは、ね、製造販売業者です。まあ、企業でも、いいんですけど、はい、ちゃんと書きますと、製造販売業者。ね、製造販売業者が、ね、お薬の副作用の発生をしたときには、大臣に報告する、義務があります。で、ここ、ね、先ほどまで、ね、先ほどのところ、医薬品医療機器等安全性情報報告制度は、ね、医薬関係者が、なので、今回は、企業なので、製造販売業者ですね。で、報告する人は同じです。大臣に、報告しなくちゃいけない義務がありました。でも、ここで一つ気をつけておいてほしいのは、ね、何かというと、定められた期限。ね、この定められた期限ってやつがあるんですよ。これですね。ここ大事なんですね。で、定められた期限って、何なんですかというところでは、ね、これ、この資料のですね、354ページをちょっと参考にしていただけますか。354ページですね。354ページを開けてください。そうするとですね、なんか表が出てくると思います。5の4、企業からの副作用等の報告というものがありますよね。はい、そこに、報告期限としてはね、15日以内、それから30日以内、それから定期報告みたいな、3種類のものが出てきます。なので、企業からの報告に関しては、定められた期限、ね、15日以内とか、30日以内とか、それから定期報告ってやつがあるんだな、というところですね。ここも、ね、この354ページも、ね、試験範囲なので、しっかりと、知っておいていただきたいなと思います。ね、なので、定められた期限というのが、15日以内、それから30日以内、それから、定期報告というのがあるんだなというところですね。はい、ここしっかりと、押さえておいてほしいなと思います。よろしいでしょうか。ね、はい、では、また、元に戻っていきたいなと思います。よいしょ。
よいしょ。はい、そしたらですね、よいしょ、ごめんなさいね。よいしょ。はい、333ページに戻っていきたいなと思います。はい、333ページですね、先ほどね、定められた期限までに大臣に報告することが義務ですよというのがありますよね。はい、では、今度はですね、次のところに進んでいきます。473行目です。同じ333ページ、473行目です。なお、薬局開設者、まあ、その後省略していきます。で、474行目ですね。医薬関係者においては、ね、製造販売業者が行う情報収集に協力するよう、努めなければならないよと言ってますね。ここ、ね、義務ではなく、努めてくださいなので、なるべくしてくださいね。やってもやんなくてもどっちでもいいけど、なるべくやってねっていうね、これ努力義務の内容となりますので、ね、要は医薬関係者がね、メーカーさんが行う情報収集にね、なるべくね、協力してあげてくださいねっていうことを言ってますので、ここね、努力義務なんだな、大事なところなので、しっかりとチェックしておいてあげてください。よろしいでしょうか。はい。では、今度はその次に行きます。同じく、333ページの、482行目。血液製剤等の生物由来製品を製造販売する企業に対しても、ね、これ、すぐ下の行に書いてありますけど、定期的に国へ報告する制度を導入しております。ね、まあ、簡単に言いますと、生物由来製品に関しても、そういった定期的な報告する制度は別途設けられているんだな、というのを知っておいてください。よろしいでしょうか。ね、生物由来製品についても、ね、別途、ね、報告する制度が設けられているんだな、というところで確認しておいてください。よろしいでしょうか。はい。そして、今度はその次、485行目、一番最後の行ですね。一般用医薬品に関しても、承認後の調査が製造販売業者等に求められており、副作用等の、発現、状況の収集、評価を通じて、承認後の安全対策につなげていますよと。ね、具体的には、ね、既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたものについては、10年を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間、おおむね8年、承認後の、使用、成績等を製造販売業者等が、ね、集めて、厚生労働省へ、提出する制度、再審査制度というのが設けられております。そして、その次、医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したものについては、承認条件として、承認後の一定期間、おおむね3年、安全性に関する、調査及び、調査結果の報告が求められていますよ、と言ってますね。はい、ここ大丈夫でしょうか。ここね、大事なとこですよ。ね、もう一度ですね、486行目、一番最初の行のとこ見ていきます、ね。既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたものっていうのは何かっていうと、それって、ね、いわゆるダイレクト OTC のことですよね。ダイレクト OTC のことですよね。ね、既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたもの。これ第4章のところでやっておりますので、よろしいでしょうかね。で、そのダイレクト OTC に関しては、10年を超えない範囲で、おおむね8年ですね。8年。ね、そのお薬の、ね、使用成績とか、ね、そういったものを集めていきましょうと。そして、ね、それらを厚生労働省へ提出する制度として、再審査制度っていうのを設けているんだな、というのをしっかりと押さえておいてほしいです。そして、その次、ね、医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したものについて、そういったものをスイッチ OTC って呼んでましたよね。ね、そしてそのスイッチ OTC に関しては、おおむね3年です。ね、おおむね3年で、そういった情報を集めていきましょうと。ね、お薬の使用成績などの情報を集めていきましょうと。ね、
そしてね、報告としてはですね、安全性の調査とかそういったことについて報告していきましょうねって言ってますので、このあたりね、何のことについて言っているのか、特にあとですね、この8年と3年ね、逆に聞いてきたりしますので、しっかりとここですね、ダイレクト OTC はね、おおむね8年、スイッチ OTC はおおむね3年っていうところですね、よろしいでしょうかね。あとは、それぞれに関するね、再審査制度、ね、安全性調査とかの報告をするんだよというところですね。このあたり合わせて押さえておいていただきたいなと思います。はい。では、あとはですね、その後は、494行目のところですね。過去2番目、副作用情報などのっていうところで書いてありますね。このあたりもですね、一度さらっと読んどいていただきたいなと思います。はい、ここまでですね、動画いいなと思っていただいた方、ぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、登録販売者の情報などを配信していきたいなと思いますので、ぜひお友達登録お願いします。はい、それでは本日も動画を見ていただきましてありがとうございました。